だよ、バヨだよ、いっぱいだよ。ヤマイクパヨです。今日は久しぶりのコラボ企画です。イエーイ。今回コラボさせていただく方はダバンプのトモさんです。ありがとうございます。お願いします。ダパだよ、トモだよ、ダバンプトモだよ。イエーイ。トモさん側のコラボの動画で、うん、原宿でね、古着をちょっとたくさんこう見てきました。はいはい、ぜひそれトモさんの動画の方にも立っているので、はい、ぜひ見に行ってみてください。お願いします。で、トモさんとは古着の企画をしたんですけど、うん、私とはメイク企画です。あっ、不安。イエーイ。不安や。今回はトモさんに、はい、ギャルメイクを施していこうと思うんですけど。なるほどね。実はダパンプの中で結構ギャルいじりされることが多くて。だってギャルっぽいもんね。そう、なんかギャルに通ずるもんがあるんじゃねえかって勝手に僕は思ってて、はい、やってみたいはあるんですよ。嬉しい、ね、やった。だって初めて会った時から、うん、すぐ仲良くなったから。多分ギャルみ強いんですよね。そうなんですかね。ギャルみ。だからゆきぽよができんのメイク。できますよ。マジでギャルメイクなんて、うん、10年以上やってるから。まあ、そう、歴はあるよね。はい、それはね、プロです。なるほどね。方向性としては、だからゆきぽよに俺は近づきたい。え、この感じ。とか言っちゃったよ。そういう近づきたいじゃないよ。この感じでいきたい。オッケーです、うん、じゃあ今っぽい大人ギャルをじゃあ作り上げていこうかなと思います。はい、それでは早速スタート。え、態度の帽子かわいいね。え、そこ。そこ。でも態度わかるってやっぱアメリカ好きですよね。大好き。そこね、そ、共通点いろいろあるの。あるんですよ。だからこの感じでいいの。大丈夫です。こんなんでいいの。はい。本当？はい。今保湿してます。よし。あ、いい匂い。ですよね。うん。これエイジングケアです。エイジングケアね。オイル入りの。もう始まった。急に始まるな。いい匂い。よし。からの、うん、黄色いクリームで、はい、くすみを飛ばします。はい。あ、もう僕40も超えてきてるんで、うんうん、やっぱそういうシミとかそういうのも気になってきて、おお、そういうのもしっかりやっぱ隠してもらいたいな。了解です。カバーします。ギャル的に。ギャル的にはね。ツヤ、うん、も入れます。あ、ツヤも入ってくるね、はい。今っぽい感じがいいんで。なるほどね。ゆきぽよになりたいんだから俺は。今日。怖いです。そのメイクのまま変えれるぐらいに仕上げてほしいですね。確かに。やばいですよ、それ。ギャルのことは結構関わりあるんですか？うん、そうだね。だから俺も20代前半ぐらいとかは渋谷に行ってギャルたちと遊んだし、飲んだりとかもしてたから、うんうん、やっぱじゃあギャル上がりなんですね。そうね。ギャル上がりだね。これ今何やってんの？今ずっとくすみ飛ばしてます。くすみ飛ばしてる。黄色で飛ばすと、うん、日本人のお肌は、うん、透明感が出やすいんですって。なるほどね。その肌の色によって使う化粧品を変えてた方がいいってことね。そうです、そうです。これは韓国のブランドです。へぇ、ピルピルっていう。行ってる韓国。韓国行ってます。行ってるよね。そう、でも最近はあんま行けてないんですけど。韓国で何すんの？いつもクリニック行ったり、うん、あ、でもやっぱグルメ。グルメ、うん、何好きなの？ご飯。私は本店にあるあるあるのタッカンマリ。タッカンマリ、あそこのタッカンマリ美味しすぎて。マジ？本店だったら俺おすすめ1個あるよ。え、何ですか？どこですか？プルコギ。めちゃめちゃうまい。へえ、韓国でまだプリコギ1回しか食べたことない。めちゃめちゃうまい。じゃあちょっとそれ情報送っときますから。わ、ありがとうございます。次行った時いつもトモさんにどこが美味しいって聞いてトモさんに聞いたお店ばっかり行ってる。そう、アメリカにしろ、そう、韓国にしろ、やっぱおすすめを共有したいですから。私は優しい。だから私は海外に行ったら、うん、Google とか食べログじゃなくてトモさんに連絡する。そうね。体勢大丈夫それ？大丈夫です。体勢いい感じ。ツヤツヤですよ。ツヤってる。はい。これ今日ギャルになれたら、うん、TikTok 撮ってもらっていいですか？姉さん。TikTok だって。姉さん。もちろんすぎるし、うん、やっぱトモさんトモさんってこうやって遊んでるけど、やっぱ、うん、ダパンプのトモさんなんで。ちょっと待って、遊んでるって言うた。今言うたよね。だからダンスがすごい上手だから。はい、ダンサーなので。そう、はい、ダンサーだから。一応一緒に踊りましょうよ。やった。いいじゃん、綺麗。本当？すごく綺麗ですよね。てか、タモさんお肌綺麗。本当ですか？で、鼻高いっすよね。そう、それ。鼻高い。あ、入れた？入れてない。おかしになるからね。じゃあ、お肌ができたんで、次は、はい、眉毛でーす。眉毛ですか。え、タモさん、これは自眉ですか？これ、ちなみに韓国でアートメイクやりました。さすがでーす。はい、
これに沿ってやっちゃおう、はい、あ、いい、うまっ。そしてメイクうまい。ほんとうまい。次にノーズシャドウ。うん、これ何、これは F1? 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 F1 急になんか F1 なんか車の話になったの。違う、これはシェーディングです。シェーディング、うん、初めて聞いた。あの、彫り出します。彫り、そう、出します。なるほどね、そう、影とかつけるわけね。そうです、そうです。私のメイクって結構丁寧なんですよ。あ、そうなの。うん、多分そういうね、人から聞きたいよね、そういう情報あー、いいの。初めてこれをここに使ったけど、うん、そういうのも言わない方がいいからね、実験みたいな感じになっちゃうからなんか入れてきたはずのね、うん、シェーディングがね、見当たらないから、今日さっきから入れてきたはずのものが3個ぐらい何かここに入れてる。いいじゃん、私も明日からこうしよう本当かよすごくいい感じですよ。本当か。眉毛を茶色くします。お、色変わんない。はい、眉毛これ結構変わるんですよ、一瞬。はい、はい、カメラをご覧ください。チャラ男の完成です。合ってんのこれなんかめっちゃチャラくない。チャラいんだ。ではアイメイクに入ります。はい、じゃあお目目つぶってください。はい、うん、目の位置と眉毛の位置がちょうどいい。いい？うん、アイメイクは大事でしょ、めちゃめちゃ大事ですよ。これで全て決まりますから。からの、からの目にも影をつけます。おう、彫り深く見せるために。やっぱ影が大事なんだ、メイクっての。こう、ね、そうなんですよ、こう凹凸をつける、このね。そうです。うんと、骨どこだ。あ、ここだ。骨骨そう、骨関係あるの。あります。骨のところに影を描くとちょっと海外っぽくなって。なるほど、やっぱアメリカも好きだからね、これ。そうなんですよ、ね、憧れがすごいから。英語やってるよね、なんか最近やってますよ、頑張って。いや、英語頑張ってるんですけどねなかなか上達しない。トモさん英語いけます？いや、もう雰囲気よ、ノリでやってる。わかる、なんとなくでやってる。そうなんだけど、伝わらなすぎて英会話。でもアメリカ行ったらなんとなくいけない。いけます、いけます。いけるよね。そう、アメリカどこ行ったんだっけ。アメリカは最後に行ったのは LA からの、ラスベガスからの、うん、最高、すごいところ通って、グランドキャニオン、そうそう、うん、通り過ぎてすごいところだけね、だいたいその流れだよね、LA ベガス。そう、グランドキャニオン通り過ぎて、モニュメントバレーに行きました。いいね、旅してるやん。そう、私旅大好き。旅してるね。すぐどっか行く。どっか行くよねもうすぐどっか行っちゃうの。そう、休みとかだと家にいるの嫌だから、2、3日空いたら韓国行ったりとか、うんうん、台湾行ったりとか、もうね、行っちゃうの、どっか。落ち着いてられないですよね。そう、え、可愛くしていいんですよね。うん、面白くじゃなくて。うんに、あ、2択あったんだ、そこ目綺麗ですね、メイクしやすい。ほんと？ウェイ、よっしゃウェイ、ウェイ、可愛くない、もうすでに。え、いいよね。え、ビューラーどうしよう。これね、一歩間違えたら怪我するんだよね。なんでそれ怖いめちゃくちゃ怖いじゃん、その前置き。なんでそれ、どうしよう、やってみよう。これにイエスの罠か。アルコール除菌します、一応。お願いします。悪いことが起こらないように。なんで前触れおかしいから、さっきから痛いですか。痛くない、痛くない。あー、オッケー。これを繰り返します。オッケー。あー、うそやばい。あ、いい、上がってる。どう、上がってます。からの、からのマスカラ。今黒つけてるんで、うん、あまりまばたきするとついちゃうぞと、全台無しになる。やばい。俺もともとさ、はい、あの髪の毛がさ、うん、ドレッドヘアだったのよ。かっけー。え、ドレッドとかやったことある？え、なあ、でもやろうとした。ブラックヘア絶対似合うと思うよ。絶対可愛いですよ、私。ギャル絶対似合うから、やりたいんですよ、うん、よし、アイラインいきます。はい。おお、合ってる。合ってます。いくようになってる。俺今日と同じメイクなんで、ね、なってる。なってます。いい感じ。もともとやっぱでも目とか鼻がキュンって高いし、パッチリしてるから、なんか
違和感ないかも。大丈夫。はい。で、からのキラキラ。キラキラよね、やっぱ。え、左利きなの？両利きです。両利きなんだ。メイクは両利き。いけるんだ。お絵かきは左利き。うん、左なんだ。そう。もうほとんど左が。あ、そうなの。でメイクだけ両方。両方いける。すげえいいじゃんそれ。勝ちで。やべっつったらダメ。いや私の足。あるし。メイクはオッケーね。メイクはバッチリ。面白いでした。上で。今なんか変だったね。今なんか変だったよ。待って、うん、じゃあピンセットがある。うん、今俺がちょっとまぶたしちゃ、まばたきしちゃった。怖っ。怖いってその尖り方。動かないでください。よーし。取れた。はい。からの。はい。からの。大事な大事なハイライト。ハイライトっすね。影も作ってハイライトも入れると。はい、なるほど。 それこそやっぱヒップホップの女の子って感じね。こうツヤツヤすると、うん、チューしたくなっちゃうようなほっぺになります。なるほどね。ね、ミルクちゃん。急にミルクちゃん。ミルクちゃん、え、ミルクちゃんそう思う？何が？こういうね、ほっぺになったらチューしたくなるかって話。見んなよ、こいつ。先生怒ってます。先生怒ってます。よし。よし。今のチークでーす。チークでーす。これは、うん、ちょっとブラウンっぽいチークだから、それこそ本当にヒップホップ女の子みたいで、なるほど。セクシー。セクシー。そう。いいね。こうやってやって。そうですそうです。シェイプアップ。ああ、きつい。からの、唇を保湿します。うまうましてください。うま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 。そしたら、あとリップ塗ってカラコン入れたら完成なんですよ。完成か。カラコンはどうします？自分で入れます？私がやります。私がやります。じゃあ、メイクのラストはリップなんですけど、で私が塗ってるから少し拭きますね。唇可愛いっすね。無地リアクションが無地。チューされたくなっちゃう。無地。まんましてください。あ、いい感じです。うん、完成でーす。ありがとうございます。じゃあこれ鏡。いいんですか。はい、どうぞお願いします。私です。正解です。見ます、ちゃんと見ます。ちゃんと見てください。ちゃんと見ます。きます、せーの。おお。どうですか。すごい。え、どうですか、大丈夫。キラッキラじゃん。いい。はい、ちょっと出ちゃう。あら、あら。え、ね、可愛くないですか。うん。いいね。いいですよね。うん。じゃあカラコンを。カラコンだ。そうだね。いけそういけそう。おお、いや、だいぶ変わるじゃん。すごいすごいすごい。カラコンで、またね、はい、全然変わりますね、すごい。じゃあこの後は、はい、お父さんが、はい、自分で、ね、そう、持ってきたギャルのお洋服を着て、はい、登場してくれます。はい。なんでこっからがあれですね、ギャル、この次に現れた時にはもう完全体で。そうですね。はい。ダパンプのギャルともさんが。ギャルともさんが。ギャルともさんが。ギャルともさんで。はい。また登場してくれるので、ちょっと着替えに行ってもらいます。はい。じゃあ行ってきます。お願いします。もうざわざわしてん、ざわついてる。はーい。失礼します。失礼します。あー！かわいい。ドゥ。え、かわいい。めっちゃかわいい。これ私物？そこがハテナよな、まずね。私物かよってなるよね。しかもね、このブーツ同じの持ってる。嘘でしょ。おそろい持ってる。イエーイ。やば。私物かぶるってやばくない？やばい。この上も。これは俺の私物です。はい。で、自分で家でコーデを組んで持ってきてくれたんですか？そう。実際これ正直言うと、このスカートだけ買いました。あ、そうなんですね。ね、あとはもう私物です。かわいい。なんか大成功。よかった。やったー。やったー。ということで、トモさんをギャルに仕上げたら、メイクは私、衣装は自前。で、コ
方になりました。はい、はい、ということでトモさんの方でも、はい、あの動画が古着屋でお買い物している動画が上げられているのと、はい、私たちの TikTok のアカウントにもこの格好でダンスしてる私たちが見れると思うので、はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。最初はユキじゃんけんぽよー、バイバーイ。え、なんかギャルとかと付き合ったりとかしたことあるんですか？え、今まで？はい、あるよ。あるの？うん、20代前半。へえ。うん、だからこの感じは懐かしいよね。ごちゃごちゃこの感じ、すいませんね、うん。